こんにちは、平成です。元ジャニーズジュニアがジャニーズの闇を暴露します。私平成は各種 SNS や大手メディアなどでご存知の方も多いと思いますが、かつて世界最大のアイドル事務所でおなじみのあのジャニーズ事務所に所属していた過去があります。ジャニーズ事務所に所属していた時の当時のジャニーズ事務所のトップのジャニーズ北川氏のエピソードも暴露します。ジャニーズ事務所並びに北川氏には大変お世話になりました。今の自分があるのもジャニーズ事務所並びに北川氏のおかげだと思っています。晒します。きっちりやりますんで覚悟してください。これはもうほんまに言おうか、正直な話、非常に迷っていたのですが、これはもうほんまにあかんと、これはもうほんまに言わなあかんねんな思って、まあまあ、言うてジャニーズの闇でどないやねんと、これはもうほんまにエグいんちゃうねんかと、これはもうほんまに正直な話、もうほんまにびっくりしてもうて、なんやったらもう腕見たってもうたらサブイボがブワーって立ってもうて、なんやねんなー思うて、正直な話、ジャニーズの闇問題はインターネットでもたびたび話題に上がっているので、私平成がどうこう言う必要があるかないかで言うたら、ほんまに正直な話あるんかと、あるいはないんかと、ほんまにまあまあ言うてますけど、悪いなお前、悪いな思て、こいつ悪いな、ええ子やん、自分ほんまはええ子やん、自分ほんまはめっちゃええ子ちゃうん。逆にどうすんの、ジャニーズの闇とか、しょうもな、人生2回目、ほんまに人生2回目やねんな。自分今同じことを2回言うてもうたけど、いやあるけど、いや同じことを2回言うてまうくだりのやつ、いやあるけど、余計なことに首突っ込んでからに、ほんまに。逆にジャニーズの闇とか知ってどうすんの、逆に。いやおかしいだろ、いやジャニーズの闇とかに興味持つとか、いやおかしいだろ、いや自分ほんまはジャニーズほんま大好きやねんな思て、自分ジャニーズ大好きやん、いやわかるて、熱量半端ないやん、いやわかるて、しかし